4月テーゼ、4月テーゼ、ロシア語、ゼーとは、1917年4月に、レーニンが提起した10過剰のテーゼの通称。最初に、ボリシェビキの会議で読み上げ、数日後に発表された、論文、現在の革命における、プロレタリアートの任務についてに全文を引用した。2月革命で成立した、臨時政府を支持せず、労働者代表ソビエトへの、 全国家権力の移行を宣伝することや、ソビエトの主流派が主張する革命的祖国防衛主義に一切譲歩しないことを主張した。2月革命により、ロシアには臨時政府と共に労働者、兵士代表ソビエトが成立した。社会革命党とメンシェビキが多数派を占めるソビエトは臨時政府を基本的に支持する姿勢を示した。ボリシェビキは、 弾圧によって弱体化しており、革命勃発時には、ペトログラードに主要な幹部はいなかった。シリアプニコフ、モロトフ、ザルツキーからなると中央委員会事務局が当面の指導を行った。3月4日の決議、戦術的諸課題についてにおいては、臨時政府を本質的に反革命的と評価し、プロレタリアートと農民の独裁を実現する。 民主主義的な臨時政府の樹立を課題とした。3月8日の決議、ソビエトに対する態度についてでは、ソビエトによる臨時政府の樹立とともに、その日和民主主義的な執行部の再選挙を主張した。3月9日の決議、戦争については臨時政府により継続される戦争を帝国主義的なものとみなし、帝国主義戦争を内乱へという従来のスローガンを維持した。 一方、ペトログラードとモスクワの党組織は、臨時政府を条件付きで支持する姿勢を示した。3月12日に、カーメネフ、スターリンが、流刑地のシベリアからペトログラードに帰還すると、ボリシェビキの政策は、臨時政府に対する条件付き支持、革命的祖国防衛主義、という当時のソビエトの主流派と変わらないものになった。3月14日の党を帰還し、 プラウダに掲載された、無署名の論文、臨時政府と革命的社会民主主義は、この臨時政府が、旧体制の残滓と実際に戦う限り、それに対して革命的プロレタリアートの断固たる支持が、保障されると述べた。翌15日のカーメネフの論文、秘密外交を排しては、我々のスローガンは、世界戦争をどうやって終わらせるかについて、直ちに交渉を始めるよう、 全公選国を説得する試みを全世界の民主主義勢力の目の前で公然と直ちに始めるよう臨時政府に圧力を加えることである。そしてそれまでは各人は自分の戦闘部署に留まるのであるとした。レーニンは亡命地のチューリッヒで2月革命の勃発を知り、3月6日に電報で党の戦術を指示した。新政府を全く信頼せず、 一切支持しない。特にケレンスキーに疑いを持つ。プロレタリアアートの武装が唯一の保障。ペトログラード市議会の選挙の即時施行。他党との接近は一切不可。というものだった。3月7日に書かれた遠方からの手紙では、臨時政府を資本主義的地主とブルジョアジーの階級の代表者と特徴づけるとともに、労働者代表ソビエト。 プロレタリアートと都市及び農村住民の貧困層全体との利益を表現する主要な非公式の未発展の比較的に弱い労働者政府として評価した。しかし、これらの電報や手紙はカーメネフ、スターリンの路線を変えるには至らなかった。ボリシェビキは3月27日から4月2日にかけて党活動家会議を開いた。3月28日に採択された決議、 戦争については、ツーリズムと帝国主義ブルジョア人意の全外交政策の完全放棄、国際秘密条約の破棄、プロレタリアートと革命的民主主義への実際の権力の移行だけが、ロシアの戦争の帝国主義的性格を変化させるとしつつ、それまでは軍隊の瓦解を拒否し、反革命に対する砦としてその力を保持することを必要と認め、 すべての兵士と労働者にその地位にとどまり、秩序を維持することを求めるとした。臨時政府に対する態度についてはスターリンが主報告者となり、臨時政府とソビエトについて、労働者、兵士代表ソビエトは、放棄せる人民の革命的指導者であり、臨時政府を統制する機関である。一方、臨時政府は、事実上革命的人民の獲得物を強固にする。 役割を果たしたと特徴づけた上で、臨時政府が革命的歩みを強化する限り、その限りにおいて我々はそれを支持しなければならないとした。討議の中で批判を受け、臨時政府に対する支持を語ることは論理的ではないと軌道修正し、3月31日に採択された。決議、臨時政府に対する態度については、支持という文言を含まないものになった。 ところが4月1日の全ロシアソビエト協議会では、ボリシェビキは臨時政府を条件付きで支持する執行委員会の案に賛成した。レーニンは4月3日に帰国し、翌日の集会で10過剰のテーゼを発表した。4月テーゼと呼ばれる。このテーゼは4月7日付の当期監視、プラウダに掲載された論文、現在の革命におけるプロレタリアートの任務についてにおいて解説付きで、 掲載された。4月提ーの内容は以下の通り、革命的祖国防衛主義の名のもとに帝国主義戦争を続けることに反対する。現在は権力をブルジョアジーに渡した革命の最初の段階からプロレタリアートと貧能の手に権力を渡す第二の段階へのかと臨時政府を一切支持しない。全国化権力を労働者代表ソビエトに移す必要を宣伝する。 議会制共和国ではなく、労働者、雇いの農民代表ソビエトの共和国。警察、軍隊、官僚の廃止。土地を国有化し、土地の処理を地区の雇いの農民代表ソビエトに委ねる。全銀行の統合と労働者代表ソビエトによる統制を実施する。社会的生産と生産物の分配に対する、労働者代表ソビエトによる統制。 党大会の招集、党稿料の改定、透明の共産党への変更、社会排外主義と中央派に反対する新しいインターナショナルの創設。レーニンはその後の論文で4月定税の内容を繰り返し解説した。4月9日のプラウダに掲載された二重権力についてでは、労働者、兵士代表ソビエト、1871年の ハリコンミューンと同じ方の権力と評価し、さらに詳しく次のように特徴づけた。この方の基本的な標識は、次のようなものである。権力の源泉は、あらかじめ議会によって審議され承認された法律では、なくて、下からの各地における人民大衆の直接の発意であり、流行の用語を使って言えば、直接のダッシュである。人民から離れ、 人民に対立する機関としての警察と軍隊が全人民の直接の武装に変えられる。こういう権力の下で国家秩序を維持するのは武装した労働者、農民それ自身、武装した人民それ自身である。管理、官僚もこれまた人民自身の直接の権力に変えられるか、少なくとも特別の監督のもとに置かれ人民に選出されるばかりか、 人民が要求すれば、いつでも変えることができるものとなり、単なる代理人の地位に引き下ろされる。彼らは、その地位に対してブルジョアナミの高級をもらう、特権層ではなくなって、熟練労働者の普通の賃金を超えない報給をもらう、特別の兵士の労働者となる。小冊子、戦術に関する手紙では、1905年の第1、革命以来ボリシェビィキのスローガンとなっていた。 プロレタリアートと農民の革命的、民主主義的独裁との関係を説明した。2月革命によって国家権力はブルジョア人の手に移ったので、ブルジョア民主主義革命は終了したが、同時に現れた労働者、兵士代表ソビエトは、プロレタリアートと農民の革命的、民主主義的独裁を実現しており、プロレタリアートと農民の権力によるブルジョア民主主義革命を主張する。 労働民主独裁論の枠組みは古くなってしまったというのであった。カーメネフは4月8日のプラウダに掲載された論文、我々の意見の違いにおいて4月テーゼがブルジョア民主主義革命は終了したと認めることから出発してこの革命を直ちに社会主義革命へ転化させることを目当てとしていると批判した。この点について戦術に関する手紙は テーゼの第8条に我々の直接の任務は社会主義を導入することではないと書かれていることに注意を促すとともに議会主義的共和制より高度なパリコンミューン型の国家が労働者、兵士代表ソビエトとしてすでに生まれていると指摘した。ソビエトの圧力により臨時政府は3月27日に戦争目的についての声明を発表した。 自由ロシアの目的は、他民族を支配することでもなく、彼らからその民族的な財産を奪取することでもなく、外国領土の暴力的奪取でもない。それは、諸民族の自決を基礎とした格好たる平和を打ち立てることであるとしつつ、我が連合国に対して与えた制約は、完全に遵守されるとし、敵国領土の併合を含む秘密協定を、案に認めた。外務大臣ミルコフは、 この声明を4月18日に連合国に通知し、その際に遂行された革命が共通の同盟した闘争におけるロシアの役割の弱化を将来すると考える理由はいささかもない。全く逆に決定的勝利まで世界戦争を遂行しようという全国民的思考は強まっただけであるという覚書をつけた。平和より戦争の継続を強調したこの覚書は ソビエト側の兵士や労働者の抗議デモを引き起こした。そのような状況の中、ボリシェビキは4月14日から22日にかけて、ペトログラード全市協議会、4月24日から29日にかけて全ロシア協議会を開き、4月定ーに基づいて数本の決議を採択した。戦争については、革命的祖国防衛主義に一切譲歩しないこと。 戦争を民主主義的な講話で終わらせるためには、少なくともいくつかの交戦国で革命的階級が国家権力を握らなければならないことを人民に説明することを決めた。テーゼ第一条に対応する。臨時政府に対する態度については、臨時政府を地主とブルジョアジーの支配の機関と特徴づけ、臨時政府を信頼するような政策とはきっぱりと手を。 切る必要があることを全力を挙げて人民に語ることを決めた。労働者、兵士大議員ソビエトについては、全国家権力のソビエトへの移行のため、ソビエトの中で多数派を獲得するために活動することを決めた。これらは、テーゼ第2条から第市条に対応する。農業問題については、地主地の没収、農民への土地の引き渡し、土地の国有化を主張した。 テーゼ第6条に対応する。現在の情勢については、ロシアでは、社会主義的変革の即時の実現を目標とすることはできないとしつつ、社会主義を目指す行動として、土地の国有化、銀行の統合と国家的統制、保険機関及び資本化の巨大新事件とに対する国家的統制などを挙げた。テーゼ第7条から第8条に対応する。 投稿料の改正については、投稿料の改正の基本的な方向性を示した。ブルジョア議改正共和国ではなく、プロレタリア的、農民的民主共和国を要求するという趣旨の改正も支持された。テーゼ第5条、第9条に対応する。インターナショナル内の状況と、ロシア社会民主労働党の任務は、祖国防衛主義者と最終的に決別し、 中央派の中間的な政策とも断固として戦う第三インターナショナルを創設するためにイニシアティブを取ることを決めた。テーゼ第10条に対応する。4月の協議会では戦争についての決議に関して本質的な対立はなかった。3月の党活動家会議で革命的祖国防衛主義を擁護したボイチンスキーはすでに面ン引きに移っていた。一方、 臨時政府に対する態度についての決議に関しては、カーメネフとレーニンの間に、若干の意見の相違が残っていた。カーメネフは、ブルジョア民主主義革命は終了した、というレーニンの見解に対し、地主的土地所有が生産されていないこと、及び、ソビエトは、プロレタリアートだけの組織ではなく、プロレタリアートと、小ブルジョアジーとの連合であることを指摘した。また、 ソビエトによる権力獲得までの段階において、ソビエトによる臨時政府に対する統制を語るのは空文句だというレーニンの見解に対し、小銃や大砲に対する権力をすでに握っているソビエトにはそれが可能だと指摘した。しかし、協議会はレーニンの見解に沿って決議を採択した。トローツキーはボリシェビキの政策が4月定税の内容に沿って、 修正された過程を、党の再武装と呼んだ。全権力をソビエトへというスローガンは、7月事件が敗北に終わった後、一度取り下げられた。逮捕を避けて地下に潜った例人は、匿名で発表された7月20日の論文、政治情勢において、全権力をソビエトへというスローガンを放棄して、武装放棄の準備を進めることを主張した。全権力をソビエトに移せというスローガンは、 革命を平和的に発展させるためのスローガンであって、この平和的な発展は4月、5月、6月、7月、5から9日まで、つまり実際の権力が軍事的独裁の手に移るまでは可能であった。今ではこのスローガンはもう正しくない。なぜなら、それはこのような権力の移行が行われ、SL と メンシェビッキが革命を実際に完全に裏切ったことを考慮に入れていないからである。役に立つことができるのは、労働者の前衛が情勢をはっきりと意識し、権任不罰な毅然たる態度をとることだけであり、武装放棄の勢力を準備することだけである。スターリンとスベルドロフが指導するボリシェビッキの中央委員会は、全権力をソビエトへというスローガンを取り下げることには同意したものの、 武装放棄に関する提案は受け入れなかった。7月末から8月初めにかけて開かれたボリシェビッティの第6回党大会は、現時点で正しいスローガンは、反革命ブルジョアジーの独裁の完全な粉砕でしかあり得ないとする決議、政治情勢についてを採択した。8月のコルニールフの反乱において、ソビエトは反乱を阻止するための組織として有効に機能し、 その内部でボリシェビキへの支持が急上昇した。ペテルブルクとモスクワのソビエトにおいてボリシェビキは多数派となった。そこでレーニンは革命の平和的発展のスローガンとして全権力をソビエトへを復活させ、同時に党内向けの文書において武装放棄による権力奪取を主張し始めた。ボリシェビキの中央委員会はレーニンが欠席した9月15日の会議では 武装放棄の提案に同意せず、決定を延期した。しかし、レーニンが出席した10月10日と10月16日の会議で武装放棄の方針を採択した。ただし、武装放棄は、レーニンの提案通りに、ボリシェビキ単独で準備されたのではなく、トロツキーの主張に沿って、ペトログラードソビエトの軍事革命委員会を中心に進められた。大勢が決した10月25日、 軍事革命委員会は国家権力はペトログラード労働者兵士代表ソベトの機関の手に移ったと宣言した。10月26日第2回全土シアソビエト大会は臨時労農政府の平和についての布告を採択した。布告は公選国の政府と国民に対して無併合、無賠償の民主主義的講和を提起し秘密外交の廃止と これまでの秘密条約の公表を宣言した。連合国政府は臨時労農政府の提案を単独不幸和協定に対する違反とみなし無視した。臨時労農政府を正当な政府として承認することもなかった。一方、ドイツ政府は休戦交渉の開始に同意した。12月2日に休戦条約が締結され、続いて12月9日からブレストリトフスクにおいて、 講和交渉が開始された。ドイツ側は占領地域からの撤兵を拒否し、賠償を要求した。それを受け入れるかどうか、ボリシェビ機内で論争が起こった。レーニンは1918年1月7日に、併合主義的単独講和の即時締結の問題についてのテーゼを書き、翌日の会議で読み上げた。ドイツの条件を受け入れることを主張したものであった。一方、 モスクワ州ビューローを代表するブハーリンは、講和交渉を中止して、革命戦争に訴えることを主張した。トロツキーは、戦争を中止し、軍隊の復員を行うが、講和には調印しない、という立場を取った。1月11日の党中央委員会、及び翌日の左翼 SL との合同中央委員会は、トロツキーの案を可決した。 ドイツ軍は2月18日から全面的な攻勢を開始した。2月23日のボリシェビキの中央委員会では、レーニンの主張が勝利した。3月3日、臨時労農政府はさらに悪化した条件での講和条約に調印した。2月革命後、地方では農民が地主の土地を奪取する運動が広がった。社会革命党はその運動から距離を置き、 憲法制定会議を待つべきだという立場を取った。ボリシェビキは4月協議会の決議で農民の運動を積極的に肯定した。8月19日付の全ロシア農民代表ソベト通報は、1917年のペトログラードの農民代表第1回、全ロシア大会に対して地方の大議員が提示した242通の要望書に基づいて作成された。 模範要望書という論文を掲載した。土地の私有権の廃止、賃労働の禁止、均等な土地溶益、土地の平等な分配と定期的割り替えなどの要求を含むものだった。例人はこの模範要望書を肯定的に評価した上で、資本家と同盟しながらこれらの要求を実現するということは全く不可能とし、それが可能だと主張している社会革命党を批判した。 10月26日に労働者、兵士代表ソベト第2回全土シア大会が採択した土地についての布告は模範要望書を丸ごと引用して偉大な土地改革を実現するための指針とした。土地についての布告は社会革命党の考領に基づくものであり、ボリシェビキの農業考領とは違っていた。ボリシェビキと左翼 SL の連立政府においてボリシェビキが どう行動するべきかについて、レーニンは以下のように論じた。ボリシェビキは、反革命分子との闘争では、非妥協的であるとはいえ、ソベト第2回全土シア大会が確認した土地綱領の純然たる SL 的な条項に、関係のある問題の評決にあたっては、危険する義務があるであろうからである。例えば、均等な土地用益や、昇景主の間の土地再分割の条項が、 それである。こういう条項の評決にあたって危険しても、ボリシェビッキは自分の考領に少しも背くことにならない。なぜなら、社会主義の勝利の諸条件があるならば、こういう条件があるならば、労働者は勤労被作種の小農民の提案する過渡的な方策が、社会主義の大技に害を与えない限り、それに同意する義務があるからである。二月革命の直後から、 労働者は各工場で工場委員会を設立し、労働時間の短縮や賃金の引き上げを要求し始めた。工場委員会は経営を統制する活動にも踏み込んだ。この労働者統制は4月定ーの統制とは異なるものだった。後者は資本主義諸国で導入されていた統制経済の延長線上にあるもので、戦争による経済の崩壊を避けるためのものだった。 しかし労働者統制はアナルコサンディカリズムの影響を受けたもので資本家に対する直接的な闘争だった。レーニーは6月1日の工場委員会協議会のために崩壊との闘争の経済的処方策についての決議を起草した。若干修正されて採択された決議は物資の生産と分配に対する真の労働者統制を主張し、 それに参加する権利を工場委員会に与え、また、金融、銀行業務にも労働者統制を及ぼさなければ、ならないと主張した。そして最後に、以上に述べたすべての方策は、全国家権力が、老兵ソベトの手に移る場合にのみ、計画的かつ成功理に実行することができるとし、4月定税の枠組みの中に労働者統制を取り込んだ。9月に、 レーニンが執筆した差し迫る破局、それとどう戦うかは、戦争による経済の崩壊に対する方策として、交戦諸国で実施されている方策を、ロシアでも実施することを主張した。その内容は、銀行の国有化、チンジケートの国有化、営業の秘密の廃止、経営者の業界団体への統合、消費の規制である。レーニンはこれらの方策を、 革命的民主主義国家が実施するのは社会主義への一歩だとした。10月に執筆したボリシェビキは国家権力を維持できるかは大銀行を社会主義を実現するために我々に必要でしかも我々が資本主義から出来上がった形で引き継ぐ国家機関と位置づけた。10月革命後の11月16日臨時労の政府は 労働者統制令を交付した。12月5日には最高国民経済会議の設置に関する法令を交付し、最高国民経済会議が労働者統制の活動を指導することを規定した。革命1周年の演説で、例人は労働者統制について次のように回想した。我々の最初のスローガンは労働者統制であった。我々は言った。 ケレンスキー政府の行った一切の約束にもかかわらず、資本は引き続き国の生産をサボタージュしており、生産をますます破壊している。我々は今や解体が迫っていること、およそ社会主義政府、労働者政府の第一に取らなければならない基本的な方策は労働者統制でなければならないことを知っている、と。我々は我が国の工業全体にわたって、 いきなり社会主義を布告するようなことはしなかった。というのは、労働者が管理を学び取り、労働者大衆の権威が確立された時に、初めて社会主義は形作られ、確立されうるからである。我々は、これまでに成し遂げられたものがわずかであることを知っている。労働者階級が、こんなにも多くの障害とかせに妨げられている、最も遅れた、霊落した国で、 工業の管理を学び取るためには、労働者階級は長い期間を必要とするということを我々は知っている。労働者が自らこの管理に取り掛かったということ、すべての最も重要な工業部門で、必ずや混沌とした、細分された主工業的な不完全なものたら、ざるを得ない労働者統制から進んで、我々が全国民的な規模での工業に対する、 労働者管理に近づいたということを我々は最も重要な貴重なことであると考える。ペトログラードソビエトの軍事革命委員会は10月25日に国立銀行本店を占領した。しかし銀行側はストライキやサボタージュで激しく抵抗し臨時労働政府への協力を拒否した。11月末にようやくすべての業務がコミサールに指導されるようになった。 12月14日には、ペトログラードの28の市営銀行が占領され、同日夜に、中央執行委員会が、銀行国有化に関する布告を採択した。銀行業の国家独占を宣言するとともに、私立銀行を国立銀行に統合することを、規定するものだった。レーニンは1917年6月に、党公領改正資料を発表し、公領改定の草案を示した。 総案は4月定前の主張を反映したものとなった。1917年7月から8月にかけて開かれた第6回党大会では、党名の変更や、綱領の改正は討議されなかった。党名の変更は10月革命後の1918年3月に開かれた第7回党大会で決まった。綱領の改正については1919 19年3月の、 第8回党大会で改正された綱領が採択された。状況の変化を反映し、綱領はソベト権力の任務を規定するものとなった。1918年12月、イギリス労働党は第二インターナショナルの再建を目指して各国の党に会議を呼びかけた。ボリシェビキはヨーロッパの国際主義的な諸派に対してこの会議への参加を拒否するよう呼びかけ、 同時に第3インターナショナルを創設するための準備を始めた。第3インターナショナルの創立大会は1919 19年3月にモスクワで開かれた。54名の大議員のうち国外から参加したのはわずか5名だった。しかし、ロシア革命の成功によりボリシェビキの国際的権威が急上昇したため、1920年の 第2回大会には41カ国67組織を代表する217名の大議員が参加した。ありがとうございます。